皆さんどうも、こんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの竹みです。今回は、 これやらなきゃ死ぬときめちゃくちゃ後悔します。1万円以下でできる極上の趣味トップ7と題して科学的根拠や様々な文献のリサーチにしっかりと基づいて死ぬまでにぜひともやっていただきたい。1万円以下でできる最高の趣味を皆さんにどしどしご紹介していきたいと思います。さて皆さんには今熱中できる趣味というものはございますか私は これに熱中しているんですと自信を持って言える方ならいいんですが、おそらくそんな人は少数派で自分は最高の趣味を持っているんだと断言できる人は少ないかと思うんです。むしろ好きなことが見つからないとか、毎日退屈だ、何か面白いことないかなと思っている人の方が 多いことでしょう。そんな人のために死ぬまでにぜひとも一度は試していただきたい極上の趣味を今回の動画では合計7つほどご紹介していきたいと思います。それでは早速一つ目からどんどん紹介してまいります。まずは一つ目、やらなきゃ死ぬ時後悔する1万円以下でできる極上の趣味、じゃんじゃん漫画を読むについて解説していきたいと思います。さて、一般的に 本を読むというのは非常に素晴らしいことだと言われておりますよね。もちろん私もその通りだと思いますが、本と対極にあるのが漫画ではないでしょうか。本を読むのはいいが、漫画を読むのは怠け者である。 こんな風に漫画にはマイナスイメージが結構付きまとっているんですが実は漫画だって本と同様に素晴らしいもので私たちに実にたくさんのメリットをもたらしてくれるものなんです本ようやくチャンネルを運営しているわけですから私は本ばかり読んでいると皆さん思っているかもしれませんが実は私もね漫画めちゃくちゃ読んでいるんです 夜寝る前はリラックスタイムとして結構漫画を読み漁っています。そして漫画も本と同様に本当にためになるものであると私は自分自身の実感からも断言できます。また本を読むのは苦手だけれど漫画ならば好きだよという人も結構いるのではないでしょうか。 そんな人はぜひとも漫画にはたくさんのメリットがあり、漫画っていうのは最高の趣味なんだということを認識していただいた上で、ガンガン漫画を読んでいただきたいと思うわけです。結局、趣味ですから好きじゃないと続きません。もし漫画が好きだと思うのであれば、ぜひ様々なジャンルの漫画を読んでいただきたいと思います。 そして今、別に漫画が好きではないとか、これまであまり漫画読んでこなかったという人であっても、試しに一度漫画を読むことをおすすめしたいんです。特に、毎日やることがない、楽しいことがない、とにかく退屈であるという人は、とりあえず漫画を読んでみてほしいです。電子書籍であれば、自宅ですぐに読むことができますし、 今では漫画読み放題のサービスなんかも結構ございますから昔よりもはるかに安くたくさんの漫画を読むことができます。また気分転換にネットカフェに出かけて漫画を読みふけてみるというのも良いでしょう。 個人的に漫画を読むことの最も大きなメリットは自分のやりたいことが見つかる、好きなことが見つかる、自分の将来を考えるきっかけになるということであります。世の中には実に様々なジャンルの漫画があって、こういった多様な世界観に触れることによって読者は 自分が興味を持てる新しい分野とかこれまで知らなかった分野に触れることができるんです。例えば料理漫画を読んで料理に興味を持つようになったり歴史の漫画を読むことによって特定の時代や文化に興味を持ち始めるということもあるでしょう。漫画の主人公というのは大体かっこよく魅力的に描かれているものですから料理漫画を読んでいて料理人というものが非常 非常にかっこよく見えて自分も料理やってみようかなぁとなるわけなんです。 実際、漫画の主人公に憧れて、自分はこの職業に就きましたという人は結構いますし、成功者の中でもあの漫画に強く影響を受けていますという人は本当にたくさんいます。私も小学校の頃、主人公が必死で努力している漫画を読んで、努力することの素晴らしさを知り、その主人公に憧れて、そこから今までコツコツと努力することができています。 勉強しなさい、努力しなさいと親に頭ごなしに言われてもなかなかできませんが主人公に憧れ自ら積極的に努力しようと思えたことは私にとって非常に大きなことでしたこのように漫画というのは人生を変える大きなきっかけとなり得るものなんです漫画は様々な職業やライフスタイルが描かれていることが多いですこれによって 読者は自分が普段は考えもしなかったような職業や考えもしなかった生き方に興味を持つきっかけを得ることができるんです。例えば。 ポーカーの漫画を読むと、ポーカーで生計を立てている、ポーカープロという存在が出てきます。まさか、ポーカーだけでお金が稼げるなんて、これまで思ってもいなかったかもしれませんが、実際にそういう人がいるんだ。そして、ポーカープロというのは、こういう世界なんだと、私たちは知ることができるわけなんです。 また、自分が弁護士になるなんて考えられなかったが、弁護士が主人公のかっこいい漫画を読んで、弁護士に憧れ、弁護士に興味を持ったという人だっているはずなんです。他にも、様々な職業が主人公となっている漫画は、たくさんあるわけで、漫画を通して、様々な職業、世界観に触れることができます。そうした中で、自分がやりたいことや、自分の好きなことが見つかる可能性も高まるでしょう。 そして、漫画というのは本に比べてとっつきやすいというのも大きな魅力だと思います。例えば、料理に興味ない人が料理関係の本を読もうとは思わないでしょうが、料理にたとえ興味がなくとも、料理人が主人公の漫画であれば、まあちょっと読んでみようかなってなりますよね。 このように自分が比較的興味がないと思っていた分野であっても漫画であればすんなりと入っていける可能性があるわけです。いろんな職業を知り、いろんな知識を知り、これまで知らなかったいろんな価値観に触れて世界観を広げていくというのは人生においてめちゃくちゃためになる勉強であります。漫画はそのための手っ取り早い素晴らしいツールとなってくれるんです。 また漫画で書かれているキャラクターというのは大抵の場合何か困難に直面しそれを乗り越えて成長するといった風なストーリーで描かれることが多いです。私たち読者はこれらのキャラクターに感情移入して自分自身も新しいことに挑戦したいというモチベーションを得ることもできるでしょう。または悩みや逆境があったとしても キャラクターに感情移入して乗り越えることだってできるでしょう。 自分の目標に向かって徹底的に努力している主人公を見ることで現実の自分も目標に向かって努力しようというモチベーションを得ることができますあのキャラクターだってめちゃくちゃ辛いことがあるんだからあの状態に比べたら全然自分はまだマシである乗り越えられるといったふうにキャラクターになりきったつもりで悩みや困難を乗り越えることだってできるでしょうこのように憧れのキャラクター キャラクターになりきるというのは結構重要なことなんです。本だと活字だけですから、漫画の方がモチベーションを高めたり感情移入するには向いていると思います。今モチベーションが低下しているという人は、ぜひ主人公が懸命に努力しているような漫画を読んでみましょう。今メンタルが落ち込んでいるという人は、明るい主人公が登場するような漫画を読んでみると良いでしょう。 また漫画を読むことによって自分自身について深く考えるきっかけにもなるんです。漫画に書かれている人間関係やキャラクターの 内面的な葛藤は読者に自己認識を促して自分自身について深く考えるチャンスを提供してくれます。自分だったらこの状況でどうするだろうか自分だったらこの時何を選択するだろうかこういったことを考えながら漫画を読めば自分自身について深く考える素晴らしいきっかけとなります。 これによって自分の本当にやりたいことや価値観を見つけるヒントを得ることもできるでしょう。私もよくね、漫画を読みながら途中で閉じて自分のことに置き換えて考えたりしております。その他にも漫画を読むことによって想像力が高まったり、言語スキルが向上したり、幅広い知識を得ることができたりと、漫画には実にたくさんのメリットが存在しております。 そして漫画のすごいメリットとしてもう一つ挙げられるのがストレスが減るということであります漫画に没頭することによって日常生活のストレスから私たちは一時的に解放されます漫画は異なる世界観や独特のストーリーを提供してくれます これによって読者は日常生活の悩みやストレスから一時的に離れて別の世界に没頭することができます。このような脱日常体験は精神的なリフレッシュにつながるんです。 このように漫画はストレスを解消し、リラックスするために非常に素晴らしい手段と言えるわけです。さて、ここまで聞けば、ちょっと自分も試しに漫画読んでみようかなぁと思ってくださった方、多いと思います。では、どんな漫画を読めばいいのか。もちろんそれは個人の好みで決めればいい話ですが。 これまであまり漫画を読んだことがない人であれば、とりあえず人気のもの、話題のものから読んでみると良いでしょう。 人気のものとか話題のものというのは多くの人を引きつけられるだけの理由があるわけです。漫画、ランキングなどと検索すればどんな漫画が今たくさん読まれているのかが一目瞭然でわかります。また別に人気の漫画ではなくても自分の興味がありそうなものに手を伸ばしてみるというのも良いでしょう。あるいは何も考えずとりあえず手当たり次第に読んでみるというのも良いでしょう。 そして個人的には読むタイミングとしましては寝る前とか一日の終わりに リラックスできるような漫画を読むということをお勧めしたいです。寝る前にスマホをいじっている人は多いと思いますが、寝る前にスマホをいじっちゃったら、ブルーライト浴びて睡眠の質が低下するというのは有名な話ですよね。そこで、スマホをいじる代わりに、紙の漫画の本を読んでいただきたいと思うわけです。寝る前にやることがなくなって、手持ち無沙汰になって、スマホをついついいじって しまううといい方はぜひ紙の漫画を導入して欲してですまた、寝る前に仕事のこととか自分の今抱えている悩みなどについてくよくよと考えてしまうとどんどん寝れなくなっちゃいますから漫画を読んですかッと全てを忘れて寝るということをお勧めしたいです。 とはいえ、テンションが上がってしまうような、モチベーションが高まってしまうような、戦闘ものの漫画とかは、寝る前には適していないと思います。元気になっちゃって、寝れなくなる可能性があるからです。このように、テンションやモチベーションが上がる系の漫画は、朝や昼など、テンション上げたい時に読むのが良いでしょう。 寝る前には心がほっと温まるような漫画を読めば非常に良い気分で速やかに眠りにつくことができるでしょう。それでは次二つ目にご紹介したい。やらなきゃ死ぬ時後悔する。1万円以下でできる極上の趣味は、 お金の勉強であります。さて、お次に紹介したい最高の趣味。それはお金の勉強。こう言うと、勉強が趣味とは何ぞやと、どういうことだと思う人いるかもしれません。 勉強というと、途端に苦手意識を持ってしまったり、勉強が嫌いだ、勉強は嫌なものだと思う人いるかもしれませんが、それは学生時代のあの勉強がつまらなかったせいでしょう。学生時代の勉強というのは、基本的に強制的にやらされるもので、正直なところ、内容もつまらないと思うので、まあそりゃ勉強好きになれないのは当然ちゃ当然でしょう。私も、ね 特に古文とか歴史とかの勉強でこんなことやって何の意味があるんだとずっと思いながらやっていた記憶がございますこんなの役に立たないだろうなぁと思っていたら当然やる気もなくなりますまあ実際勉強するとか物事を学ぶ習慣は役立つと思いますが学生時代にやった勉強の内容自体はそんなに役立ちませんよね ですが、学歴のために強制的にやらなくちゃいけないから、多くの人が勉強が嫌いになってしまったり、 勉強に対してネガティブなイメージを持ってしまっているというわけなんです。しかし、社会に出てから能動的に行う勉強というのは、リアルな生活にすぐに役に立って、効果を実感できるため、非常に楽しいものです。社会に出てからの勉強といっても、様々な分野の勉強がありますが、個人的におすすめなのは、 お金の勉強なんです。なぜならば、お金の勉強、お金の知識というのは、マジで生活に直結しますから、勉強する価値がめちゃくちゃありますし、わかるようになってくると、リアルな生活がどんどん変わっていくのが実感できますから、どんどん楽しくなってくるんです。 お金というのは言うまでもなく私たちの人生に大きな影響を与えます。いくら綺麗事を言ったとしても、資本主義社会で生きている以上、お金がなければ私たちは生活していくことはできません。そして、お金が不足している状態というのは、私たちにめちゃくちゃ大きなストレスを与えてしまいますから、お金が不足していると不健康になってしまったり、はたまた 頭がうまく働かなくなってしまったり、IQ が低下するということが分かっています。だから上手にお金と付き合っていくことはめちゃくちゃ重要で、お金に関する知識というのは人生で一番大切な知識と言っても過言ではないのに、私たちは学校でもどこでも、 お金に関する知識をこれまでちゃんと教わる機会がなかったんです。お金に関して無知なまま、私たちは社会に放り出されてしまうんです。もちろん、学校でちゃんとお金について教えないということ自体が問題ですが、まあそんなことを言っても仕方がないでしょう。つまり、お金の勉強というのは、能動的にやらなきゃいけないものなんです。 とはいえ、現実問題、お金の勉強をしている人って少数派なんですよ。だからお金の勉強をするかどうかで、めちゃくちゃ大きな差がつきます。あなたがしっかりと、 お金の勉強をして楽しみながらお金の知識を身につけることができればもっと楽にお金を稼げるようになったりもっとお金が効率的に貯められるようになったり貯めたお金をしっかり守れたり貯めたお金を増やすことだってできるんですとはいえ趣味としてお金の勉強をする以上楽しくなきゃ続きません ですが先ほども申し上げた通りお金の勉強をやればやるほど生活が変わっていくのを実感できどんどん楽しくなっていきますからお金の勉強は趣味には持ってこいなんです例えばあなたが正しい節約法を学んだとしましょうそうするとこれまで以上にどんどん楽にお金を貯めることができますので預金残高がどんどん増えていき生活に余裕も出てきて楽しくなっていくんです例えば 携帯電話の格安シムというものがありますよね。これは年収が低いほどお金を節約するために使っていると思いきや意外なことに年収が高い層ほどよく使っているということがわかっているんです。 これは年収が高い人ほどしっかりと情報を集めているため、高額な電話料金を請求してくる通常の大手キャリアの携帯電話など使うだけ無駄であり、格安シムで十分であるということを知っているからなんです。 格安シムと大手キャリアの値段は月額5000円前後ぐらいの差になってしまうこともあるので、はっきり言って格安シムを上手に使っている人の方が圧倒的にお金が溜まりやすいわけです。そしてこの格安シムというのはあくまで具体例の一つで、こういった細々とした一つ一つに対してしっかりと上手な節約方法を身につけている人と適当に何も考えず、 世の中にあるサービスを使っている人とでは圧倒的に貯金金額などに大きな差が生まれてしまうというわけです。しっかりとお金の勉強をして情報を集めるというのは常に得をする生き方なわけです。さらに稼ぎ方についての知識が身につけば 今よりも収入が上がって、目の前の現実が変わって、お金の勉強がとても楽しくなるでしょう。その他にも、稼いだお金を増やすための知識、要するに、 投資の知識を身につけることによって、あなたの銀行口座に眠っているお金を増やすことだってできます。お金がお金を生んでくれるようになれば、生活に非常に余裕ができ、徐々にお金に関する不安も消えていき、人生はとても楽しくなっていくことでしょう。情報を制する者がお金を制する。お金を稼ぎ。 お金を貯めるためには、しっかりと私たちは、情報を得る必要があるんです。はっきり言ってしまえば、お金に関して無知な状態であれば、お金を稼いでお金を貯めることは難しいでしょう。さらには、お金に関する知識がないと、苦労して貯めたお金を守ることができません。これが大問題です。劣悪な投資商品を買わされてしまったり、詐欺に引っかかったりして、 大切なお金を失ってしまうことにもなります。 世の中には本当にお金儲けに関する詐欺まがいのうまい話が溢れています。ワンルームマンションに投資しませんかとか、シェアハウスに投資しませんか、この仮想通貨に投資しませんか、退職金でこの金融商品を買いませんか、この商品を買えば月利10%儲かりますよ、などなど、あの手この手を使ってあなたのお金を奪い取ろうとしてくるんです。ですが、 お金に関する知識がない人は、こういった話に簡単に騙されてしまいます。いやいや、私は騙されたりしませんよと思う人いるかもしれませんが、詐欺にあっている人数が一向に減っていない、むしろ増えていることからも、多くの人が自分は大丈夫だと思っていても、お金に関する知識が不足している結果、騙されているという現実があります。 これだけ巧妙に、あなたのお金を奪い取ろうとする人たちが大量にいるこの世の中で、お金の知識を持たずに暮らすというのは、地図も持たず、コンパスも持たず、航海の技術もないまま、太平洋に船出しているようなものなんです。いずれ船は難破してしまうでしょう。ですので皆さん、やることがない、暇だというのであれば、ぜひ楽しみながら、 お金の勉強を趣味として始めてみてほしいです。いきなり小難しいお金の本を読めと言っているわけではありません。最近では YouTube チャンネルなどでもかなり詳しいお金の情報を発信していらっしゃるチャンネルがいくつかございますから、そういったものを手始めに見るだけでも良いでしょう。 そして、そういったものを見て、お金に対するアレルギーがなくなったり、節約法を実践して、ちゃんと節約できたという喜びや、成功体験を得ることができれば、モチベーションも高まるため、その次のステップとして、 書籍をがっつり読んでお金の勉強をするというのも良いでしょう。ちなみに私のチャンネルでもお金に関する本の解説動画やお金に関するワンテーマの動画をこれまでたくさん出していますから、そういったものを見ていただければ、正しい稼ぎ方、正しい節約法、正しいお金の運用方法などを身につけることができるでしょう。 特に節約に関してはすぐに効果を感じやすいのでお金に関して全く勉強したことがないという方は節約法などから手をつけてみるのがよろしいのではないでしょうかそしてこのようにして得たお金の知識を一つ一つ丁寧にゆっくりとでいいので実践していくことによってあなたの生活はどんどん変わっていきどんどん余裕ができて楽しくなっていくはずなんです また、体系化してお金に関する知識を学びたいと思うのであれば、ファイナンシャルプランナーなどの資格を目指すというのもありでしょう。ファイナンシャルプランナーとは、税金や保険、年金などの幅広い知識と視野を持ち、お金に関するライフプランの設計を行う、いわばお金の専門家です。 もちろん、皆さんにファイナンシャルプランナーになれと言っているわけではなくて、ファイナンシャルプランナーの資格の勉強をする中で、様々なお金の知識が身につくから、資格取得のようなゴールがあった方がモチベーションが出ますという方は、ファイナンシャルプランナーの資格に挑戦してみるというのも、非常に良い勉強になると思います。 それでは次、三つ目に紹介したい。やらなきゃ死ぬとき悔する。一万円以下でできる極上の趣味は、瞑想のプログラムに参加することであります。さて、究極のストレス解消法。究極の幸せを得る方法があります。特別に皆さんにその方法をお伝えしましょう。それは、瞑想することであります。 このように言うと、瞑想かよと、ちょっとめんどくさいんだよなとか、瞑想にチャレンジしたことありますが、続かなかったんですという人いるでしょう。そんな方はぜひとも瞑想が行われている場所に出かけてみてほしいです。例えば、お寺なんかに行けば、座禅とか瞑想のプログラムがあります。 あるいは都市部では専門的に瞑想のクラスとか瞑想のプログラムを提供する瞑想スタジオが増えております。また多くのヨガスタジオではヨガのクラスの一環としてあるいは独立したクラスとして瞑想のクラスが設定されていることも多いです。また一部の地域コミュニティや公共施設では無料で瞑想クラスなどが行われていたりしますし インターネット上ではオンライン瞑想クラスとかアプリが豊富に存在しています。これらの場所では初心者から上級者まで様々なレベルの瞑想プログラムが提供されていて瞑想をしたいという人の大きな手助けとなってくれるでしょう。このように意外と瞑想が行われている場所というのは探してみれば結構あるものです。こういったものに積極的に参加し、半ば強制的にでも瞑想を する時間を設けなければなかなか私たちは自分一人だけで瞑想という習慣を続けることは難しいのかもしれません。 もちろん一人でもできる人は一人でやればいいと思いますが、多くの人が瞑想が良いと知りつつも、継続できなかったり、実行していないのは、一人でやろうとしていたからかもしれません。だからもうとにかく、こういう瞑想しなきゃいけない環境に行っちゃうというのは、非常に効果的だと思います。 周りのみんなが瞑想しているような環境だったら、皆さんだって自然に瞑想します。圧倒的に瞑想に集中しやすくなるでしょう。それでは次4つ目にご紹介したい。やらなきゃ死ぬ時後悔する。1万円以下でできる極上の趣味はカメラであります。さて。 カメラを趣味にすることには、実は様々なメリットがあります。中でもすごいメリットが、何と言っても思い出が増えるということでしょう。気づいていない人多いかもしれませんが、私たちの人生って思い出を作る作業に他ならないんですよ。必死にお金を稼いだり、必死に高い地位を求めて奮闘している人が多いかもしれませんが、最後私たちが死ぬ時に、 私たちの心を本当の意味で支えてくれるのは大切な思い出なんです。お金も地位もベッドの上で満足に動けなくなった後では何の役にも立ちません。これまでの人生であなたがどれだけ素敵な思い出を作ってきたのか、それがあなたの人生の満足度を決めると言っても過言ではないんです。そこでぜひ大切な瞬間を記録してほしいんです。 いくら素敵な旅行をしたとしても、私たちは全てのことを覚えていて、思い出にできるわけではありませんよね。逆に、写真が一つあれば、思い出としてすぐに、その旅行のことがリアルに蘇ってくるでしょう。カメラを趣味にするということは、一瞬一瞬の思い出を楽しみながら、手元に残せるということを意味しているんです。ですから特に、 大切な人と素晴らしい経験や思い出作りをしたいのであればその瞬間をシャッターに収めましょう思い出すだけで心が躍るような瞬間をシャッターに収めて その写真を後から見返したり、編集したりすることによって、何度でもその思い出から幸せを得ていただきたいと思います。素敵な経験や思い出というのは、それを体験している時だけが楽しいのではなく、後から何度でもそれを思い出すことによって、私たちはいつでも楽しく幸せになれるんです。 また、思い出が作れるだけでなく、カメラを趣味にすれば、自然に触れる機会が増えるというのも嬉しいです。例えば、風景や野生動物の写真を撮ることは、自然とのつながりを取り戻す、素晴らしい方法でしょう。ぜひ、自然の中に出かけて、美しい風景や、美しい生き物を撮影してみてほしいと思います。また、 カメラを持って写真撮影することを趣味にすれば、一人で外出するきっかけにもなるため、運動不足も解消できて、非常に健康的になれるでしょう。そして、カメラは初期投資が必要だと思う人いるかもしれませんが、中古のカメラであれば、1万円以下で買えるものもありますから、そんなにお金がかかるものでもありません。気軽にチャレンジしてみてほしいと思います。 それでは次5つ目に紹介したい。やらなきゃ死ぬ時後悔する。1万円以下でできる極上の趣味はカラオケまたは人からであります。さて、カラオケが嫌いなんですという人はそんなにいないと思います。 カラオケにこれまであまり行ったことがない人であっても行けば結構な確率でハマると言っても過言ではないほどカラオケは楽しいものであります。というわけでぜひみんなでワイワイとカラオケに行ってほしいのです。そうすることによって 圧倒的なストレス解消効果をゲットすることができます。ですがなかなか一緒にカラオケに行ってくれる友達がいないとか、みんなの前で歌うのは照れくさいという人は一人カラオケ、通称人カラをしましょう。カラオケというのはみんなで行く場所であるとか、複数人で行く場所だというイメージを持っている人も多いかもしれませんが、 カラオケは一人で行っても楽しめる場所なんです。まず、カラオケをおすすめしたい理由は何と言ってもストレス解消になるからです。 歌うことはストレスを減らしてくれ音楽や歌うことを通し気分が向上しストレスや不安から一時的に解放されます。こうやって一時的でもいいからガスを抜くということが健康のためにはとても重要なことなんです。一人でカラオケに行けばどうせ誰も見ていませんから普段真面目な人ほど一人ではっちゃけてほしいと思います。そして 大きな声を出して歌うと脳から幸せホルモンと快楽ホルモンが分泌されたりカラオケをすると腹式呼吸になり腹式呼吸には自律神経を整えリラックスさせる効果があることからストレスが軽減されます。また 定期的に歌うことによって、免疫力が高まったり、呼吸機能が向上したり、心臓が健康になったり、血圧が下がったりと、様々な健康効果も認められております。そしてカラオケは、若い方はもちろん、特に高齢者の方におすすめの趣味となります。歳をとってきて、いろんなことに対する興味がなくなってきて、毎日暇だと悩んでいらっしゃる方いるでしょう。 そんな人はぜひともカラオケに行ってみてほしいです。カラオケは楽しいだけでなく、なんと最高のボケ予防になるということが近年分かってきております。カラオケの特徴は曲を覚えて、 お腹の底から思いっきり声を出して一緒に歌う友人たちと笑い拍手をもらって自己愛も満たされることです。これら全てが心身と脳の活性化につながるんです。また歌を歌うとその歌を聴いていた頃の古い記憶やその時の思いや感情が脳を刺激してくれるため 認知症の予防効果があるとも言われています。また、次は何を歌おうかなと考えることや、新しい歌を覚えようとすることも、脳を刺激してくれるんです。また、一緒にカラオケに行っている友達たちと、ワイワイコミュニケーションを取ることも、私たちの脳を非常に活性化してくれることがわかっています。 ですから、仲の良いお友達2、3人と一緒にカラオケに行って、ワイワイとコミュニケーションを取りながら楽しむことによって、大いにボケ防止になると思われます。また、 カラオケ友達がいない人であっても、一人で行ったとしても、ボケ予防効果は十分にあるため、ぜひ人からにチャレンジしてみてほしいと思います。また、高齢者にとって、カラオケに行くのが良い理由は、カラオケに行くということが、外に出る良いきっかけになるということも言えます。 年を取ると外に出るのが億劫になって家に閉じこもりがちになってしまいます。家に閉じこもってしまうと運動不足になりますし認知機能も衰えてしまうため、年を取れば取るほど積極的に外出して いろんな刺激を浴びるということが大切になってきます。ですが、目的がなければ、なかなか外に出ようという気にはなりませんよね。そこで、カラオケが素晴らしい、外に出るきっかけになってくれることでしょう。カラオケが徒歩10分程度ぐらいのところにある人の場合は、徒歩でカラオケに行くことによって、非常に素晴らしい運動になるでしょう。 また意外にも高齢者はうつ病になりやすいということも分かっておりますから、とにかく外に出てカラオケで大きな声を出して歌ってメンタルを健康に保っていただきたいと思います。 そしてカラオケには結構な割合でシニア割というものがありますよね。ということはカラオケを楽しんでいるシニアがたくさんいるということであります。ですから恥ずかしがらずぜひ一度チャレンジしてみてほしいと思います。それでは次、6つ目にご紹介したい。やらなきゃ死ぬ時後悔する。1万円以下でできる極上の趣味は お笑い鑑賞であります。さて皆さんズバリお尋ねしますが皆さん最近笑ってますか笑ってないなという方はぜひもっと笑うようにしてみてほしいです。なぜならば笑うということには本当に計り知れないほどのメリットが存在しているからであります。 科学的に証明されている笑いの効果としましては、例えばストレス軽減効果があります。まあ笑えば、ストレス解消になるなんていうことは、わざわざここで言われなくても当たり前だと皆さん納得できるでしょう。さらに笑うことによって、免疫力が高まるということもわかっています。さらに笑えば、心臓が健康になったり、はたまた若返ったりするということまでわかっています。そして、 笑うということは、メンタルの健康にもとても良いです。笑うことによって。 幸福感や満足感が高まるため、ネガティブな感情が減ったり、不安が減ったり、うつ病の症状を軽減することができます。というわけで皆さんにはぜひね、もっと笑ってほしいんですが、いきなり、さあ笑えと言われたって、なかなか難しいですよね。普通に生きているだけで、そんなに面白いことって人生あまり起きませんよね。ですから、もっと意図的に笑うために、お笑い鑑賞という趣味を 持ってみてほしいです。 お笑い鑑賞とは、お笑い芸人が出る劇場などに足を運んで芸人が披露するネタを生で鑑賞することであります。笑うことには多大なメリットがあることに加え、劇場に足を運ぶ最中に適度な運動もできると言えます。ぜひ皆さんにも一度劇場に足を運んでみてほしいです。それが難しいという場合であれば、お笑いの動画を見るというのも良いでしょう。 今では YouTube などで様々なお笑い芸人さんがネタを披露したりしておりますからお笑いの動画には困りません悩みがあったり落ち込みがちな時は一人でいるとどんどん気持ちが落ち込んでしまいますそんな時はご飯を食べながらお笑いの動画を見てガハハと笑い飛ばしてほしいですそして無理にでも笑えば実際に楽しくなってくる 気分が晴れてくるということも分かっています。私たちはね、楽しいことがあったから笑うと思っていますが、その逆もまたしかりで、笑うと逆に、 本当に楽しくなってくるんです。不思議ですが、これが脳のメカニズムでもあるので、最初は多少無理をしてでもいいから笑ってほしいです。そうしているうちに、だんだん本当に楽しくなってくるんです。それでは最後、七つ目に紹介したい。やらなきゃ死ぬとき悔する。1万円以下でできる極上の趣味は、 釣りであります。さて、これを聞いている人の中に、釣りが趣味ですという人は今そんなに多くないでしょう。ですが、釣りというのは、自然の中で行えるアクティビティであり、非常に素晴らしい趣味と言えます。 現代人には本当に自然が不足しています。自然が不足しているせいで、リラックスする時間が持てなかったり、ストレスが大量に溜まってしまっているんです。釣りというのは自然の中で行う活動ですから、心地よい環境でリラックスするのに最適なんです。水辺で過ごす時間はストレスを軽減し、精神的な幸福感をもたらしてくれます。ぜひ皆さんには、 釣りをして自然界とのつながりを取り戻してほしいです。また釣りというのはいい運動にもなるので運動不足の解消にも役立ちますし釣りには技術や知識も必要ですから上手くなってくるにつれて自己成長や達成感をゲットすることもできます。 またこれを聞いている皆さんであれば、魚が健康に良いことは知っているでしょう。そして魚の中でも養殖の魚じゃなく、天然の魚の方が健康に良いということも皆さんは知っているはずです。 とはいえ、スーパーで売られている魚はかなり洋食なものが多くて、天然の魚がなかなか手に入らないという現実がございます。そこでぜひご自身で釣った魚を食べてほしいです。ご自身で釣った魚であれば、 天然物の,の魚で間違いありませんよね。とはいえ、釣りを始めるには、釣竿を買ったりと、何かと初期投資のお金がかかると思っている人いるかもしれませんが、お手軽に釣りが始められる初心者セットといったものが売っていますから、こういったものであれば、1万円以下で買えて簡単に始められますから、 安心してチャレンジしてみてほしいです。それでは本日の内容を最後にまとめておきます。本日のまとめ。本日はやらなきゃ死ぬとき後悔する。1万円以下でできる極上の趣味を7つ紹介しました。1つ目はじゃんじゃん漫画を読むこと。2つ目はお金の勉強。3つ目は瞑想のプログラムに参加する。4つ目はカメラ。5つ目はカラオケまたは人から。 6つ目はお笑い鑑賞7つ目は釣りでした本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました